ワイはですイナズマイレブン3ジオーガー前回についてからやっていきましょうということで、ではカズマルたちと合流スポーツショップへということで、なんか遠藤くん大遅刻したらしいんでね、早く行ってあげましょうか。お、マコちゃんがいる。あ、お兄ちゃん今日も朝から元気だね。でも疲れたらメニューからセブしたわ。前回イナズマイレブンフューチャーの出た消したくなかったけどしたわ。せっかくの練習が無駄になったからもったいないもんね。あ、それともう一つ、ほらあそこに光ってる床、光ってる床、あ、回復サイトね。あれは元気を与えてくれるところなの。疲れたら使ってみてね。あとアイテムを使っても回復することができるのよ。めっちゃ教えてくれるやん。それとそういう説明は X ボタンを押してシステムのヘルプを選べば見れるよ。めっちゃ教えてくれるやんお前。わかったお前俺より知ってんじゃん。お前俺より頭いいじゃん。なんかやだな。ってことでスポーツショップ行きましょうか。風丸たちいたー。なんかいいねこのメンツ1年の壁山、2年の攻め岡、2年の風丸、2年の遠藤、え、3年だっけこいつら。いやいいねこのメンツ。宝箱の方が先なんだよな。え、は俺たちがあそこまで練習して学んだゴッドハンドこの辺にちょこんって置いといてもらってもちょっと困るんですけど。いや元気かい。遅いぞエンド、お前が狙ってたサッカーシューズもう売れちまったぜ。いいねこういう会話。あの限定モデルが、がっくりなんてな。そんなことだろうと思って買っておいたぜ。ほらや、優しい、ありがとう。ホワイトスパイク、ありがとう。プレゼントなんだね、ありがとう。アイテムの中に装備するとステータスが変化するものがあるぞ。メニューを開いて早速装備を開いてみよう。やった、スメオカのおごりだ。うわやっぱかっこいいな。そんなことより第一国室は早く学校行かないと響監督に怒られるすよ。俺たちみんな監督から呼ばれてるんだよな。でも一体何の用だろう。このガキ舐めてんのか。なんだなんだなんだ、喧嘩か。だから謝ってるじゃないですか。俺急いでいるんです、どいてください。え、ここでもまた一つ運命の出会いがぶつかっといてそれで済むと思ってんのか。あ、お前人間じゃねえだそれ、モンスター。こいつはモンスターだ。チッ、数人がかりだなんて卑怯な奴らだ。放っちゃおけねえよな遠藤。こういうところだよな、その妙かかっこいいのは。大変だ、少年を助けよう。おう、ということで仲間が集った仲間がなんかすげえバグって、染岡がなんかグリーンバッグになんか飲み込まれてるような、壁山の頭に飲み込まれてます染岡くんが。ってことでやっていきましょうか。こういうところだよやっぱりナズマイレブンのいいところは。おい君大丈夫か。あ、あなたは、うん、お前らもしかしてライモンサッカー部か。テレビで見たことあるぜ。へえ、そりゃいいや、ちょうどむしゃくしゃしてたんだ。俺たちとサッカーで勝負しな。望むところだ、サッカーバトルなら負けないぞ。初戦やっていこう。うお、ダダ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 。分かってるって、俺を誰だと思っているんだ本当に。俺を誰だと思っていて、でつつつつてでって。じゃあメニューでさ必殺技見ていこうぜ。エンドは正義の鉄拳、お前 G2。 いいねいいね、シップダッシュザウォール。まずじゃあカズマルと場所交代だな。うん、まあこんな感じか。ってかゴッドハンド忘れちゃった。ゴッドハンド忘れちゃったか遠藤くん。なんかゴッドハンド忘れちゃったか。いいケース見ようか。かますか。よいしょ。ソメオカでかまーす。ソメオカバーカタルンルンルン。これどうしようかな。ソメオカ、お、いいね、打ってこいよ一発。アウトローズ打ってこいよ。我が正義の鉄拳。お、分かってるから。誰だと思ってるんじゃ俺よ。正義の鉄拳。ただのシュート。もう光栄だと思う必殺技を使うことを。正義の鉄拳事実。今の稲妻イレブン必殺技の進化がないからね。オリオンの刻印、アレスの天秤は。いいねー。でで、つつつつ、でで、サメオカ、これ。